進行から連絡いたします。柔道各試合場準決勝戦にありましては15時からの開始といたします。柔道各試合場準決勝戦は15時からの開始といたします。以上。試合結果をお知らせします。柔道第2試合場52kg級、埼玉県警察北川選手対大阪府警察山口選手の試合は埼玉県警察北川選手の勝ちとなり、準決勝進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道第1試合場52kg級、警視庁増田選手の勝ちとなり、準決勝戦進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道第4試合場52kg級、滋賀県警察小泉選手対福島県警察佐藤選手の試合は滋賀県警察小泉選手の勝ちとなり、準決勝進出が決まりました。
試合結果をお知らせします。柔道第3試合場、52kg級、警視庁益子選手の勝ちとなり、準決勝戦進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道第2試合場、63kg級、大阪府警察黒木選手対愛媛県警察清水選手の試合は、大阪府警察黒木選手の勝ちとなり、準決勝進出が決まりました。